フォー、いい天気じゃな。晴れの日は顔を出してビタミン D を生成するのじゃ。見ているみんなもビタミン D 不足には気をつけるのじゃぞ。さて太陽光を浴びたし店を開けるかの。ふう、暑いの。おや、あれは、おい、ちびしきじいはん。おう、ごきさんじゃないか。久しぶりじゃな。中で入ってお茶でもせんか。よいのか。ならそうさせてもらおうかの。ほう、なかなかよい家じゃの。そうじゃろ。わしの家だがし屋も切り盛りしてるからこの広さがちょうどよいのじゃ。わての家もちょうどよくてな。ほう。地面掘って柱を立て藁の屋根に土を乗せてるのじゃ。それなんて建て屋なしき従業。夏は涼しくて冬は保温できて最高じゃぞ。高床式住居の方が良いと思うんじゃがな。あと Wi-Fi も接続できるぞ。意外と快適所じゃな。おう、そうじゃった。実はな、県外に行く用事があった帰りにたくさんお土産を買ってきたのじゃ。だからあんた班にも渡そうと思っての。おう、良いのか。嬉しいじゃ。これ、これじゃ。お、これは。そうじゃ、今川焼きじゃ。え、あんたは今川焼きじゃないのか。わしは回転焼きと呼ぶじゃ。まさかの地域差か。とりあえず渡したから次はボイボ寮に持って行こうと思ってな。え、もう行くのか、ごきちゃん。すまんね、こう見えて忙しいんじゃよ。そうなのか、また来るんじゃじゃ。うむ、そうさせてもらおうかの。それでね、アッシュ牛丼食べに行ったんだけど、会計の時に財布の中を見たら500円しかなかったんだ。それで、どうしよう。ってすごく焦ってたんだけど、よく考えたら、電子マネーで払えばいいじゃん。って気づいたんだよね。もう紬はおっちょこちょいだな。いや、マジで焦ったよ。危うく無銭飲食になるところだった。ボイボ寮に逮捕者が出たらヤバいのだ。ちくわ大名人！え、なれだよなの。ねえ、さっき変な声がしたけど気のせい？アメタンちゃん。幻聴だと信じたいのだ。じゃあ聞こえなかったことにしましょう。ええんか、それで。あ、そうだった。さっきゴキさんから連絡が来てこっちに来るみたいよ。え、ゴキさん来るの？ゴキが来るのだ。あら、早速来たみたいね。はーい、今行くわ。でも珍しいね、ゴキさんが来るの。そうなのだ。ゴキは蝶のつくほどアウトドア派で、つい時間忘れちゃうってぐらい好きだからね。あ、そうそう、聞いた話では洞窟に住んでるっていう噂なのだ。原始人かな。いやー、ありがとう、メタちゃん。のだ。鍵持って行かずに出たから助かったよ。どうしたの。なんだ、ゆきちゃんか。え、クールビューティーかかっこ笑い。なんだよ、このクールビューティー様が帰ってきたんだぞ。いや、待ってたのはゆきちゃんじゃなくてゴキなのだ。え、ゴキさん、玄関にいるよ。え、いるの。すぐ行くのだ。うわ、もう急に走らないでよ。ちくわ大名人。なんだ今の。そうそう、それでね、あの子たち消費期限過ぎた駄菓子食べて大慌てでトイレに走って行ったわ。ちゃんと確認しないといけないの。で、つむぎとゆきちゃんなんと1時間もこもってたわ。あちゃ、そりゃ大変だったじゃろうな。おう、そうだ、こっちも面白い話があってな。わてが昔散歩中に見せ物をやってた人がおっての。箱の外についてるハンドルを回して静電気を見せてくれたんじゃ。で、その静電気で医療に使われたんじゃよ。え、そんなことができるの？すごい。そうじゃろ。ん？どっかで聞いたことがあるような。ゴキさん、その話って何年ぐらい前なの？確か2024年だから254年前じゃったかな。ん？どうしたのじゃ。昔すぎるでしょ。そうか。あと、その箱ってエレキテルでしょ。よくわかったの。正解したからアメちゃんをあげよう。ありがとうございます。ゴキさん、全国にある大型ショッピングモールの名前知ってますか？伊東洋華堂ジェスコ。そごうに大英じゃないのか。ジャスコはイオンに社名変更して、伊東洋華堂はセブン&アイホールディングスの子会社で、そごうもセブン&アイホールディングスの傘下だったけど、2023年に米国の投資会社フォートレス、インベストメント、グループに売却され、フォートレスの傘下、ダイエーは経営危機に陥った後イオンの支援を受けて、現在はイオングループの一員として運営してるわ。ゴキさん。わにゃ。あ、思考停止してる。ゴキさん。あ、
二人ともちょうどよかった。ゴキさんパンクしちゃったからリビングに連れて行ってあげて。何があったのだ？時代に追いつけてなくてショック中よ。いやすまない。難しい話は好きじゃないんじゃよ。僕も好きじゃないのだ。難しい話ね。早々どうしてこっちに寄ったの？ああそうじゃった。お土産を渡すために持ってきたのじゃ。え、なになに？これじゃ。これって、そうじゃ、今のは焼きだ。あ、そうかそうか、そうじゃよな。回転焼き美味しそうね。お主も回転焼き、じゃと。ええ、そりゃ東北ずんこプロジェクトの四国だもの。そうじゃった、すっかり忘れてたぞ。ふわぁ、さっきから騒がしいな。あ、リビングからちくわ大明神って聞こえるし賑やかだし、どうしたの？って。おはよう中国藩。あ、ゴキの人お久しぶりですね。お土産あるぞ。あ、大判焼きですね。なるほど、中国地方では大判焼きか。部屋で食べてきますね。やった。孫がたくさんいるようで嬉しいな。まあ少なくとも1300歳以上ですもんね。すごい、羨ましいな。そんなことないのだ。長生きしても体が成長しないし何かと面倒なのだ。確かにずんだもんの言う通りじゃな。わてら人外でも寿命がある友人と別れる時が来るから寂しいもんじゃよ。そっか。ま、寿命があるからこそ生き物は命を燃やして懸命に何かを残すものよ。そうじゃな。そういえばゆきちゃんどこ行ったのだ？さっきからここにいるよ。え？どこにいるの？どこにいるのだ？ここだよ。うわ、いたのだ。いたのじゃ。で、なんで天井に張り付いていたの？ずんだもんとつむぎがリビングに出た後、どこからかちくわ大明神って誰かが叫んできたの。だから怖くなって天井に張り付いてました。やっぱり幻聴じゃないのね。じゃあ何かいるの、ここに？なんじゃちくわ大明神って。さあ、僕もわからないのだ。なあずんだもん、老いぼりおってペット飼育してもいいんじゃったか？特に禁止していないけど、どうして？頭に USB 刺さったマーモットって飼ってたりするのか？何を言ってるのだ、ゴキ。そんなのいるわけないのだ。じゃあ後ろにいるあやつは何じゃ？ハロー。わ、なんだこれ。何この生き物、誰か捕まえて。もううるさいな、何この生き物。ウサギちゃんだ。うるさい、うるさい。バーテーブルがやかましいのだ。ねえ、なんでマーモットが家にいるのよ。わかんないよ、誰かのペット。そういえばウサギはビビりすぎて部屋の中にこもってるぞ。ていうかユキちゃんの相棒じゃないの？いや、私のマーモットはここにいるよ。ほら。ほんとだ。じゃああやつは一体。お前もしかして喋れるのか？で、あ、はい、喋れますよ。うわ、喋った。もしかして宇宙人に改造されたマーモット？なわけねえだろ！急に叫ぶな。で、結局お前は何者なんだ？あ、申し遅れました！コエイロインクのマスカリスクと申します。急に落ち着くな。なんだコエイロインクの人、人でいいのか？一応人です。あ、そうなんだ。で、なんでボイボ寮にいるのだ？実はですね、ずんだもんさんに挨拶しようと来たんですが、普通の挨拶じゃインパクトがないと思い隠れて脅かそうとしました。はい。いや、見た目だけでインパクト感ありすぎだろ。なのでこれからよろしくお願いします。運よろしくなのだ。とりあえず反省してるんで、バリケード外してもらっていいですか？大丈夫、外して。反省してるっぽいし大丈夫でしょう。あざっす。お近づきの印に回転焼きでも食べていきなさい。ありがとうございます。ちなみに聞きたいんじゃが、これあんた班のとこで何と言うのじゃ？ベイクどもちょちょっすね。私もベイクどもちょちょだよ。世の中広いんじゃな。ゆかりさん、あれベイクどもちょちょってありなんですか？いいんじゃない？おやきとか自慢とか夫婦まんじゅうとか言うし、それにフィリピンではジャパニーズケーキとか言うわよ。まあ面白いし、いいか。中の人は関西出身なので回転焼きって呼ぶわ。皆さんはなんて呼ぶのかコメントで教えてね。チャンネル登録と高評価。
しくなのだ。よろしくね。